精神フラッシュの固有演出はダサい。に対するみんなの反応。勝利への歩みに一歩たりとも狂いなし。今こそジョージに勝ち。フラッシュらしさが出ていて俺は好きだよ。途中で予算なくなった？精神フラッシュ固有でググるとサジェストにダサいって出るもんに。固有がダサくて性能ももう一つなことを除けば欠点がない女。見た目性能特化という方が正しい。バレンタインは可愛いよ。剣の一つをキャンセルして脱出してるようにしか見えない。前の馬娘を牽制。固有も含めてフラッシュの魅力だよ。でもフラッシュのは最後に走るのやめればまだマシだと思うよ。ポーズからダサい上にアイネスが封刃やってくれなかった弾の方がひどい。一人で封刃雷神やってる説あるらしいな。あの演出、剣の一つ木のように鋭く走るって表現だってわかるよ。わかるけど、胸のデカさがフラッシュの魅力だよ。最後のダッシュのカットなしで一つだけで終わってればよかった。正月オペラ王みたいな固有演出が欲しいと。最後のダッシュで全部ダメにしてる感じある。なぜ着地してしまったんだろうな。バレンタインの方もただの劣化心理じゃなくて、府中2400ぐらい最終コーナー長くて府中2400ぐらい直線長くないと意味ないのがね。うちの演出よりマシやんか。ショート版クソかっこいいやろ。なんならロング版も個人的には好きだよ。走らなければまだタマちゃんより良かったかも。ダッシュにしても横向きのままなら良かった。わかりました。一つの姿勢のまま飛びます。なんやうち関係あらへんやん。背景の色を虹色にしてもらいます。ずっとパフェ食ってるだけなのに固有演出と言い張る子もいるんだ。お茶飲んで立っただけのやつが初期キャラだからそれは大丈夫。っていうかエレガンスラインがネタにされてるだけで格好いいからなあれ。フラッシュのは短縮してもダサいから殿堂入りだよ。最後にダッシュするのはライスも同じだけどあっちは普通に格好いいし。殿下もだけど結構ダッシュパターンいるよね。走り出すこと自体は悪くないんだけどやっぱフルーレ持ってるせいかな。武器振るならそこまででいい。ショコラティエの方はいいだろ。ショコラティエの方は最後に走ってくれた方が自然に繋がってかっこいいだろ。理論への反証。最後のダッシュがいらないすぎる。俺の予想ではフラッシュの固有演出と弾の固有演出は同じ人が作ってる。星2勢はもっとシンプルだしな。固有のは途中まではかっこいいんよ。でも剣使うようなキャラじゃないよな。十字に切り裂いた後からフラッシュが走ってくるようなやつならよかったのに、なぜシームレスに走る。なぎなたなら許されるのか。そうか、初期星に演出で短いからシンプル型だしな。不当不屈はちゃんとなぎなた振ってから走ってなかった。爆心は開花前の方がかっこいい。ブルボンなんてスライド、ダッシュ、気象の3バリエーション。釈迦も最後のあたりがダサすぎる。ブルボンはカタパルト使うのに走るんだ、ってなる。走ってる時も足当ては稼働してるからあれもなんか無理やり走る部分必要だよね、って感じの演出感。最後のダッシュがなんかスケートみたいにスイーってなっててね。走り出す演出結構あるけど、これがダメ。担当で刺してくる。固有の後に走りのアップが入るから走る演出はくどくなってしまうな。ワック会長みたいなのでよかったのに。かっこいいよね。やぶさめカットイン。ライスと殿下は OK だから多分ブルーバックな背景じゃなくて古城で走ってたらかっこよかったと思うよ。その後負けたらダサいってのは帝王とマックの別バージョンのやつ。ライスの前詰め、レース戻りはスムーズ。ブルボンはカタパルト射出、走る、飛ぶという動作の流れが意味不明。走る部分いらない気がするわ。安っぽい空間に移行するから余計面白い。こいつ、走ってる途中なのにゆったりと紅茶飲んでやがる。マックイーンみたいなのもすでにあったし走りにつなげる必要一切ないんだよね。精神フラッシュらしさを出すとなるとやはりあの有馬の凄まじい手応えの末足を見せて一瞬で枯れるやつを参考に。タマちゃん雷神ポーズになる前の雷鎚の中走り抜けるとこはかっこいいからな。最後の突撃を横から映してその後正面のカメラに戻す必要あった？
万分の演出なんか気に入っちゃったんで引いてきたよ。名前がフラッシュなんだから突撃した時ホワイトアウトで演出終わりでよくない？急にこっち刺しに来るライス好き、ガビガビオペラを好き。とはいえあいつはなんかもう何やっても許される感ある。耐震もちょっとくどい、急にめっちゃ喋るやんってなるから好き。あのくどいのがいいんだよ。ベルちゃんとか仮面ライダーの必殺技の後みたいな感じになってるし、爆発が似合う。最後走るパターンならスアネキとかもそうだけど、あんま気にならないな。あれも導入が自然だからかな。アルダンとか予算を取りの CG に割いた感じある。一周回って星1星2の固有演出の方が好きになってくる。ウォッカかっこいいわ。女帝の裏108式は許されますか？まあ爆心が一番完成度高いと思う。剣だけで終わっていれば、カレンちゃんとかもよく見るとダサいけど本人の可愛いだけで全てスポイルしてるからな。嫁カレンちゃんは気合入りすぎ。耐震は毎回笑っちゃう。めちゃ喋る。気になっちゃうのは突撃と走る動作的に突き進むのが被ってるからかね。タマちゃんの短縮演出はめっちゃかっこいい。嫁シリーズなんてただの妄想イメージビデオみたいな構成だぞ。逆に納得の出来なのは誰？激マグライス。マックちゃんは夏の思い出ビデオじゃないですか。あれ撮影って判明したのはフラワーだっけ？嫁ファインのファンネル化粧道具は笑った。タマは最後のポーズがなければな。頭でかい子も最後走るのに誰も話題にしやしねえ。イルカにキスして飛び上がってチョベリブの完成度にはちょっと勝てないな。地面叩き割る馬娘だっているんですよ。好みでかなり変わりそうではある。少なくとも自分は玉のロング版いいなって思ってる。止まった時の中目が動くとこが好き。ダサめの固有が実装されるたびに蒸し返されてかわいそう。冗談はこれジョジアニメの変身だ。固有演出って馬娘本人の希望で作ったイメージビデオなんだよね。フラッシュさんのセンス、城でフェンシングまでいいじゃないかな。玉はシングレのゾーンがかっこよくてな。なんで雷神したんです？ところでフラッシュの剣要素ってどこから？英神フラッシュのセンスがどこかずれていること自体は解釈一致。デジタンはロングもショートもパーフェクト。フェンシングはいいじゃないと思ったが、よくよく考えれば探検や銃や薙刀やプロレスに毒されていたや。探検とか銃とか怒りとかはもともと装備してるからな。激マブがいきなり完成度高すぎてハードル上げてったのはあると思う。毎週土曜日に誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。なのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。